アンドリュー・ジョンソンの弾劾裁判後、ベンジャミン・ウェイドは、大統領職に最も近づいた人物となった、アメリカ合衆国上院仮議長は、アメリカ合衆国上院第二の行為であり、葛西上位の上院議員。アメリカ合衆国憲法によれば、上院議長は副大統領が兼務し、可否同数の場合にしか投票できないながらも、上院で最上級の役職である。 仮議長は上院によって選出され、慣例的に多数党の最長老議員が務めることとなっている。ただし通常は副大統領も仮議長も議会を主催することはない。議会を主催する任務は一般的に多数党の新米上院議員に委ねられる。これは彼らに議事手続きを学ばせるためである。正議長である副大統領は討論や 通常の投票を行うことができないのに対し、仮議長は本会議や所属委員会において一般議員同様に発言権を持ち投票に加わる。仮議長の大統領継承順位は副大統領、会院議長に続く第3位である。プロデュースドテンポではラテン語で臨時の一時的なを意味する。これは本来仮議長はこれを文字通り必要に応じて、 臨時に選出する役職だったことに由来し、直訳して臨時議長とも訳される。上院議長たる副大統領はかつては、工場的に上院本会議で議長役を務めていたので、副大統領が有罪外遊、病気、その他何らかの理由でこれを果たせない場合、あるいは副大統領が大統領に昇格したり死去して不在になった場合に、 限って仮の議長が必要となったわけである。当時は議会の一回期の間に数回にわたってこうした仮の議長が選ばれていたことがあるのもこのためである。仮議長が常任の役職になったのは1890年のことである。異訳として議長代行とも訳され、この場合仮議長代行には議長代行代理が当てられる。仮議長は憲法第1条第3説によって、 権限を付与された上院の役職である。その地位はいくつかの点において会議長と同等であるが、仮議長の権限ははるかに限られている。上院では大半の権限は院内総務と各上院議員とにあるが、副大統領が欠けている間に議会を主催する役職として仮議長は特定の任務を果たす権限を付与される。さらに仮議長は 憲法修正第25条に基づき大統領の職務を執行できないとの布告、または大統領の職務を再開できるとの布告が送付されねばならない二人の権威者のうちの一人である。仮議長は副大統領と会議長に続く大統領継承順位の第三位に位置する。また、いくつかの会合、諮問会議、委員会など、主事の会議における役員の指名。 議員報酬係要請書の共同管理などの任務を帯びている。仮議長は上院へ挙げられる主事の報告の受け取り人であることが法で定められている。これらの報告の下で上院仮議長は会議長と共同で大統領に議会を召集させることがある。仮議長は主事の会議と委員会を兼務する。また上院の仮議長の職は 1789年にアメリカが州国憲法に基づき設置された。初代仮議長は同年4月6日に選出された。当初は上院を統括する副大統領が欠けた場合に毎日あるいは集単位で仮議長が任命されてきた。1960年代までは副大統領が日々の上院の会議を主催するのが常であったため、副大統領職が欠けない限りは、 仮議長が上院を主催するのは稀であった。1891年までは仮議長は副大統領が職務に復帰するまで、または議会が休会するまで務めるに止まった。1792年から1886年まで仮議長の大統領継承順位は副大統領の次、会議長の前にあたる第二位であった。このため、副大統領から昇格して、 大統領となったアンドリュー・ジョンソンが1868年に弾劾訴追を受けた際は副大統領が空席だったため仮議長ベンジャミンウェイドが大統領継承者順位第1位となった。多くの歯科は会員では容易に可決されたジョンソンの弾劾決議が上院では僅差で否決された大きな理由に 求進主義者のエイドが大統領となることを多くの上院議員が望んでいなかったことを挙げている。仮議長と下院議長は1886年に継承順序から外されたが1947年に復帰した。だがこの時、仮議長は下院議長の後ろについた。当時の仮議長イリアム・ピー・フライが健康上の理由により辞任した後、進歩的共和党、 保守的共和党、民主党に三分された議会は、各々のオス候補が1911年から1913年まで、輪番で同職に就くことで妥協した。法的には、仮議長は公務を有するが、職務の性質がありふれたものであるがゆえに、同職の保持者は副大統領と同様、時が経つにつれて、上院を毎日は統括しなくなっていった。さらに、現在では多数党における、 最上級の上院議員が仮議長となるのが常であり、また仮議長のものは同職に付随する他の任務とともに主要な上院委員会における指導的役割を担っている可能性が高い。したがって現在では仮議長が日々上院を統括する時間は過去に比べて少ない。代わりにいかなる新人上院議員も仮議長代行となって上院を日々統括することができる。 これにより、新人上院議員は適切な議員運営手続きを学ぶことができる。仮議長、カール・ヘイデンが病にかかったため、1963年6月にリー・メトカーフ上院議員が終身仮議長代行に指名された。この指名には任期が指定されなかったため、メトカーフは1978年に死亡退職するまで同職にあり続けた。初代仮議長代理。 ヒューバート・エイチ・ハンフリー議礼的な職たる仮議長代理は上院多数党員内総務になり損ねた元副大統領ヒューバート・エイチ・ハンフリーのため1977年に設置された同職を設置するとの上院の決定は上院に勤める元大統領及び副大統領は全員同職に就く資格を有するとした1978年に ハンフリーが死去してからは、同職を務める元大統領や、元副大統領は現れなかった。2007年現在、存命中の大統領4名及び存命中の副大統領4名が、仮議長代理となる資格を有する。元副大統領、ウォルター・モンデールが出馬して落選した2002年の上院選は、これが実現する可能性が高まったかに見えた。 唯一の時である。仮議長が長期にわたって執務不能になった場合、現在の官令は仮議長が復職できるようになるまで職務を遂行するため、上院議員の中から終身仮議長代行ではなく仮議長代理を選出することになっている。仮議長ジョンシーステニスが病にかかったため、ジョージ・ジェイ・ミッチェルが1987年から1988年まで、 仮議長代理となった。以来同職は空いたままである。現在までに同職についた上院議員はヒューバート・イチ・ハンフリーとジョージ・ジェミッチェルのみである。同職は主として肩書きだけの儀礼的なものかもしれないが、それでも同職には報給が伴う。この称号を有する者が法に基づき受領する。報酬は仮議長。 多数党員内総務、少数党員内総務に支払われる年俸の額に等しい。元仮議長、前名誉仮議長、テッド・スティーブンス、名誉、仮議長は2001年6月から2009年1月まで設置された名誉職であり、以前に仮議長を経験した上院少数党の議員に与えられた。共和党のテッド・スティーブンスは、この称号を有した最後の人物である。 スティーブンスは2003年から2007年まで仮議長を務めた。サウスカロライナ州のストロム・サーモンドは名誉仮議長に選出された最初の人物である。民主党が上院で多数党に返り咲いた2001年に選出された。支配政党の交代に伴い民主党員ロバート・バードは仮議長としてのサーモンドを交代させ、 彼が1989年から1995年まで、そして2001年に短期間ながら占めていた地位を脱会した。サーモンドは2003年1月3日に上院議員を引退するまで名誉仮理議長を務めた。支配政党が再び交代したことにより、サーモンドの引退と同時にバードが2番目の名誉仮理議長となった。 名誉仮議長は公務を持たない代わりに職員増加の権限を与えられている。また、党指導部と緊密に働き、彼らに上院の職務について助言してきた。党が多数党に返り咲けば、名誉仮議長も再び仮議長に戻ることができる。こうした事例は2007年1月4日に起こった。支配政党が共和党から民主党に移った時、ロバートバードは、 テッド・スティーブンスから仮議長の地位を奪回し、スティーブンスは第三代名誉仮議長となった。テッド・スティーブンスが2009年1月3日に上院議員を引退したため、2001年の設置以降、初めて名誉仮議長がいなくなった。2006年度の仮議長の報給は183,500ドルであり、上下両院の多数党院内総務及び、 少数党員内総務のそれと同額である。報給は2008年1月に18万8100ドルにまで増加した。副大統領職が欠けている場合、報給は副大統領と同額になる。ジョン・タイラー、ウィリアム・キング、チャールズ・カーティスの3名は仮議長を務めた後に副大統領候補の党指名を受け、当選している。このうちタイラーは、 1841年4月4日に、ウィリアム・ヘンリー・ハリソン大統領が、就任式典で引いた風をこじらせて、在任31日で肺炎のため休止したことに、伴い大統領に昇格、アメリカにおける昇格大統領第一号となった。一方、キングは1853年3月4日に、副大統領となった時にはすでに末期結核で、その後副大統領としては一度も、 首都はシントン入りすることなく在任45日で死去している。カーティスは1929年3月4日にハーバート・フーバー大統領の副大統領に就任して一期4年を務めたが再選をかけた次の選挙では大統領と共に落選している。ありがとうございます。